皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。今回は無料コインをちょっとだけね集めてきたので、それを引いていこうと思います。この無料土管をあんま引くのってやってこなかったなと思って、では土管1回目いきます。交換する。さあ何が出てくるのか。ルビー出てきたら、まあ、ちょっと追っていきたいなっていう気持ちもある。あれなんか読み込み長くない？1回目めちゃめちゃ長いみたいな感じなんですが、引いていきましょう。何回くらい引けるかな。まず最初はマシンレベルアップノーマルですね。では2回目。昨日の夜さ、すーごい頑張って、何回も何回も走ってっていうのを繰り返して、で、午前中ね、お墓参りに行ってきたんですけど、コイン 1500! いや、これは嬉しいよ。あ、待って、マイクオンになってる。怖い。では3回目。そう、お墓参り行った帰りに、桃を丸ごと使ったケーキっていうのを食べて、めっちゃ美味しかった。んで、まあ、夜はアイテムチケット10枚。で、ちょっと動画をね、お休みしました。これ何回目だっけ？これ何回目？ちょっと指でカウントしてない。連続アイテムチケットか。90回。違う、90コインだから、何回目？ 4 回目かな？ 5 回目？これで5回目なのか。ゴールド土管見たいよ。ルビーが出てきてくれたらさ、グライダーポイントアップ3枚。で、出てきてくれたら引けるんだから、今86個。まだ10連しかできないからね。あと4個追加されたら、まあ、20連引けるって感じだから、引け、あ、引きたいよな。でもな、やだ、これ嬉しい。キャラポイントアップ5枚。110枚。いや、あと何回？ 3 回？あと3回くらいしかいけないかな。で、頑張って集めてさ、これよ。頑張って集めたのにこのざまや。悲しいね。いや、ポイントアップチケットは結構嬉しい。これは嬉しいのよ。あ、待って。これさ、ルビーが、まだ交換されてないので、来るかな、ルビー。交換されてないので、もしね、これでルビーが出てきてくれなかったら、まあ最終的に、いいんじゃない？シルバーシューター。レベルアップ、レベル6、最高！そしたらね、まあコインをね、使って、ルビー交換して20連引いて終わりにしたいと思います。うわぁ、2回連続でゴールドはないかぁ。シルバーシューターのレベルが上がったのは嬉しいな。キャサリン加工水色。いや、これラストだ。いいんじゃない？ちょうどいい感じで終わるわ。ちょうど切りよく20連分引いて終わることができそう。マシンポイントアップ3枚ありがとうございました。よし、じゃあこれを、あ、待って、コイン1枚足んねえじゃん。嘘でしょ？ちょっと軽く走ってきます。はい、ということで、ちょっと足りなかったので、ここでね、70万点を超えて、もう3つルビーをいただくことができました。これでやっと引けるわ。あ、待って、クッパ軍団バラエティ、土管。あ、かわいい、秘伝の術だって。これがピックアップなんだね。なんですが、私はパックンを追っていこうと思います。ボスパックン出てほしいよね。まあ、グライダーかわいいからな。パックンバルーンでも良き。ということで、引いていきます。10連ドカン。2回しか引けない。2回 ?20 連しかできないからね。あ、何か、ドーン来たんでしょこれ。いや、もう来たでしょ。グライダーかボスパックン、どっちかが出てきてくれればもうやめるから。お、タルポッポ。BBIA パラフォイル。マータン。2連続モートン。お、骨クッパ版がさ、いや、待って。欲しいのとはちょっと違った気がするんですけど。これピックアップじゃなかった気がするんですけど。マジかー。次の10連で出るかなー。ピストン回答。ワリオ回答。なんか回答率高くない？このグライダー率の高さよ。お、ノコノコ。スーパープクプク。ベビーデイジー。はい、ということで、骨クッパバンガサが出てきましたね。もう10連いくかー。もう、ラストの10連。ワンチャンこれで出てこなかったらラストまで追うっていうのも、まあ、まあ、ありっちゃありだけどね。まあここまで来たらっていう。パタテンテン。だって、あと20連の中には確実に入ってるっていうのは分かってるから、パラシュート。でもね、正直グライダーがもらえれば、まあ、ボスパックンがもらえれば、まあ、どっちかがもらえれば、もう今回は、全然満足って感じでございます。いや、待って、これ2つも出てこない可能性あるよね、でもね。バースデーガール、だって紫じゃなくて緑だったもん。緑だったってことは出てこない可能性の方が高いよ。ロイ！
ロゼッタ、サンダーバンガサー、フィアレス、オワキューム。はい、出ませんでした。うわー、リセット回数ミスったのがめちゃめちゃ痛いなって思ってるんですが、まあこれも私の一つの運ということでね。今ね、1位なんですけど、残り20連を引くとしても、まあ来週の水曜日以降に引いていこうとは思うんですが、後半のさ、なんかピックアップが何かにもよるよね。まあなんかもうすでに出てきてる子、新キャラじゃない子であってほしいとはちょっと思うんですが、今回はここまで。あ、最近ね、フレンドマルチ走れてないんですけれども、ちょっと今バタバタしてるので、それが落ち着くまでもう少々お待ちいただけたらなと思っております。ごめんなさい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。